ご視聴の皆様おはようございます。吉高です。シングルの SAC は当たらないのって心配になるような前哨戦をご覧いただいたところでですね、パーラメントのチームデスマッチ遊んできましたのでお伝えいたします。1本でしょ、不安になるでしょ、なんか行ってきますよ。普段はねこれ2本構えてますからね、なんとなく心強いんですけど、1本ですよ今日は。上はいらっしゃらないんでこちらから来るでしょう。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。あーい、先制キルを取られればとりあえず心残りはない。さあ気を取り直して裏を見てきますよ。裏っていうか進軍してる方向を見に行きますよ。この船の中央あたりって結構上も下も人気ですよね。いらっしゃった、 OK。 ここはですね、なんかこういう戦艦っていうか、なんかでっかい船をドック入れてるドックバーみたいですね。なので時々なぜか結構静かなところにあるはずなのに、ものすごい波がバーンと打ち越してくるんで、結構画面が揺れたり しぶきでね、一体どういう天候なんだって感じなんですけど、天候じゃないな、これ今周囲見たら結構やばいことになってますね。そうか、そういうロケーションだったか、失礼しました。さあこれ1本だけっていうメリットは何か、反動がないです、ほとんど。命中精度が素晴らしいですね。この SAC3 はですね、レッドドットサイト外せないんですよ、最初からついてるやつで。こういう風にね、非常に見やすいです。これ何かに似てるなと思ったら、過去コールオブデューティーシリーズ遊んでる方はすぐピンとくると思いますけど、形状的にもなんかこう、この反動の少なさ、当てやすさはベクターに似てますね。 BO2 もしくは何をやってるの報復前進してたごめんなさい、ちょっと、なんかナイフキルとかした方が楽しかったかもしれないけど、ここはね混戦するんでちょっと危ないです。あんまりふざけてたらやられちゃうんで、ごめんなさいね。上からやりますよ。こう屋根の上も遠距離狙ってくるから危ない。仲間よろしく。いい、出てってもいい、いらっしゃった、OK。これ反対側にも同じようなこう退避できるような建物があるんで、結構ここで打ち合いするの楽しいんですよ。これですね、左に見えてるこれですね。上にも上がれますしね、別にここで定点されたって全然やれますからね。こっち側の通路から入ってくればいいだけなんで、全然楽しいですよ。定点どんとこいですよ。しかもあれですよ、なんかこれ Xbox One で遊んでるんですけど、ロビー結構名前面白い方結構いらっしゃるんで、キャンパーキラーとかね、もうすごい頼もしい名前の方とかいらしてるので、普通に楽しいです。ロビーね、待ってるだけでも、私なんかもう全然ごく普通な名前がついてますんで、探さないでください。SAC3 の弾はそんなにたくさん入ってないで、一応オーバーキルで KF5 を持ってきました。機動力は似てるのですごく動きやすいんで、持ち替えた時の動きの変化があまりないようにと思って、一応このチョイスで来たんですけど、まだ拡張マガジン取ってないんでね、 SAC3 の弾数がすごく不安なんですね。なので今回はすごく慎重にいってます。おかげさまでオーバードを呼ぶことができましたね。たまにはね、私だって慎重に行くわけですよ。普段こうとつってる感じしますけど、あぶね、うわうまいな。この通路でこう倒れてる人と紛れて寝られるとちょっと分かりづらいな。仲間を激励してそっち見に行きましょう。こうっすね、ここがだいたい船の真ん中ぐらいになりますね。高低差がちょうどよくて、私はこのマップは結構好きですね。ドミネーションになると、今見たことないバッチ出たぞ。ドミネーションになると結構攻めにくいとか、1個張られたら困る的な感じで、パーラメントはあんまり好きじゃないって方もいるんですけど、私は割と好きですね。まあ、マップが分かりやすいっていうのもあるのかもしれないですけどね。こちら遮蔽物多いんで、結構この場所取ると強いよっていうところは確かにあるかもしれないですけど、さほど気にはなりません。私も立ち回りっていうか読みやすくてですね、非常に助かってます。おかげさまでいろんなものをねいろんなスコアストリーク呼べるので、仲間に貢献しようじゃありませんか。こ
これぐらいの、点差なんかいうのはすぐひっくり返されちゃうんでね、これから後半戦慎重に行きたいんですけど、球数がないな。ちょっとこういう時って気が焦るな。落ち着け落ち着け。あ、これいけない、パターン。あー、そうだ、ここリス位置から見えてるんだ。しまった、忘れてた。この戦車のあたりは自分もキル取りやすいけど取られやすいんですよね。忘れてました、申し訳ない。せっかくねルースレスまで来たけどね、気が緩んでしまいましたね。さて、若干訪れがありますけど、60フレームで録画すると最近音がずれてしまいます。すいません、このまま訂正数に行かせてもらいます。この威力とかですね、レート的には非常によく飛んでいる。非常に心もとない部分もあるんですけど、機動力の良さと命中精度の高さ、これ、ね、使った感じだと、サブマシンガンにもう一つあります、クラス最高の命中精度って SN ってあるじゃないですか。あれよりもね、なんか当てやすい感じがします。まあ、感覚の問題かもしれないんですけど、ただやっぱりそんなにレートが速くないですし、威力もそこそこなので、命中精度高いんでロングレンジも全然いけるんですけど、威力がめっちゃ落ちますね。なのでよほどアシストをするつもりでなければ打たない方がロングはいいかもしれないですね。あぶね、見えねえよ、これですよ、こっち側。うい、これ海つか川つかね、この水路の中央側の、これ何になるんだろう、選手はどっちか分かんないけど左舷側になるのかな。あっちは結構波が打ち越してくるの、波というかこれですね、多分ミサイルとかのしぶきがすごい上がってくるんで見えにくいんです、今画面から右側ですね。危ない、2スイッチから結構打たれるな。あそこは向こう側の足場高いところとかいると結構丸見えなのであんまり上がりたくはないんですけど、一応リスイッチ警戒。これで距離でも当たるのは当たるんですけどね、威力があんまりおすすめでないので一応警戒だけしておきます。ただこの取り回しの良さっていうかね、ハンドリングは多分 SMG で一番いいんじゃないかっていう感じのハンドリングなので、威力はないんですけど、こう混戦っていうか乱戦になった時に生存率高いですね。さっきの前哨戦でもちょっとお見せした感じでですね、こう、あぶね、今のは引くべきだった。1対3とか2とかになって、あたふたしてもなんとか足さばきで体さばきで逃げれたりとかするんですよ。そういう時はやっぱ楽しいですね。サブマシンガンの醍醐味みたいな感じがして私は好きですね。もちろんその SAC なんで唯一のデュアル武器なんで、デュアルで走るに越したことはないですけど、見られてる、当てるか、当たるけれども、当たるけれども、あ、やっぱこの距離はそうですね、さっき言ったみたいにロングレンジであんまり張り合わない方がいいかもしれないです。ただし、なんて命中精度の良さを生かしてヘッドを取ればその限りではないですね。さっき何戦か試したんですけど、ヘッドショットさえ取ればちょっとミドルレンジぐらいでも全然勝てます。なのでやっぱエイムの練習もしたいので、なんていうんですか、首から上っていうかその周辺を狙えるように、しかもこれレッドドットサイト外せないですからね、このサイトを使ってちょっとなんか威力弱いけど立ち回りとエイムを練習したいなっていう時にはこれ最適の武器ですね。でもこれなんていうんですかね、もともとデュアルなんで、あ、ちょっと早い回数力、速いことはないか、これだけサプライで取らないと、確か前回のアップデートで入ったんですよね。なので使いたくてもサプライで取らないことには、あー見失った、このまま時間切れか、あ、スコアに到達ですね、制限に到達してしまったんですね。もう最近デュアルの武器が大好きだったんですけれども、デュアルでない SAC3 もかなり面白いなと個人的には感じておりますので、これプレステージ回しまくってちょっと飽き気味の人とかですね、エイムをもうちょっと向上させたい、照準動作を向上させたいという方にはぜひ一度使っていただきたいなと思います。おかげでちょっぴりスコアも上がりつつありますので、よろしかったらまたこのチャンネル遊びにいらしてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。吉高がお届けしました。失礼します。